一体何が起こり始めたの？さくら！イルカ先生、これって何が起こってるんです？暁だ。ナルトを狙って直接攻めてきた。暁が？俺はこれから里の救援に回る。お前は五代目の元へ行って今後の対策を聞いてくれ。はい、急がないと。師匠と合流して事態を収拾しないと。さすがにやるな。これが暁の力か。そろそろ教えてもらおうか。渦巻きナルトはどこに？ああ、んなもん知らねえな。つうか知ってても教えてやんねえよ。当然だ。あいつは俺たちの大切な仲間だ。仲間は死んでも売らねえ。大したものね。だが、たとえ今黙っていたとしても、恐怖を植え付ければその心は揺れる。恐怖は、痛みは、人を変える。その恐怖、お前が教えてくれるというのか。へん、面白いじゃねえか。シノ、イラタ、今回の敵は相当強い。油断すんなよ。当たり前だ。邪魔する者は何人だろうと消す。戦闘開始。どうよ、俺たちの勝ちだ。思った以上にやる。さすがにこの体ではダメなようね。バカな。おいおいおい、今まで戦ってたのはただの分身だったのかよ。
分身であの強さか。くそ。丈夫。大丈夫だよ。あ？だって、この戦いを止めるために、みんな必死になってる。里のために、一つになってる。だから、まだ負けたわけじゃない。それに、ナルト君だったら、どんなに苦しくても、辛くても、絶対に諦めないはず。だから。合ってるよ、ひなた。そもそも俺たちも、最初から諦めるという選択肢はない。今は、できることを全力で遂行するのみ。キバ君、シノ君。さーて、話はこんくらいにして、そろそろ行こうぜ。まだまだ俺らの仕事は残ってる。あ。行くぜ、ひなた。うん。ナルト君。急いで師匠に会わないと。着いた。よし。師匠。さくらか。よかった。無事だったんですね。ああ。鹿丸も来てたんだ。たまたま居合わせててな。里に大きな被害が出てしまったな。くそ。綱手様、今動けるものを2体に分けろ。一つは暁の討伐隊、もう一つは里の救援隊だ。速急にこの状況を打破する。各自に全力を尽くせと伝えろ。はい。ご苦労なことだが、結局それは無駄なことだ。こいつらは鼻と耳にピアス、そしてみんなが。お前が暁のペインだな。すでに俺の情報が入っているようだ。ジライアが残してくれた情報だ。ただでは死ななかった。さて、単刀直入に聞こう。渦巻きナルト、キュービはどこだ。さあね。もはや九尾をかばったところで無意味だ。我々の前ではいかにお前たちであっても勝ち目はないと分かった。神の力を前に人はただ逃げ惑う。ならば我々に屈服し従順にあった方が得策だと思う。なめるな。我々の先代たちが求め、維持しようとしてきた平和を崩そうとするお前らが、何を言っても無意味だ。おるな。こいつ、なんてチャクラをしてやがる。これが、リネガの力。お前たちの平和が、我々への暴力なの。
確かに、かつてこの葉隠れがやってきたことが全て正しいとは言えない。だが、お前たちのこんなやり方は許せない。言葉に気をつける。これは神からの最後の警告だ。元の居場所を言え。今は我々の持てる力全てを注ぎ、お前たちを叩く。それだけのこと。それに、お前は一つ勘違いをしている。勘違い？お前たちが一番欲しがっているものは絶対に手に入りはしない。木の葉の忍びがナルトをかばいきれると思っている。それは違う。ん？ナルトは強いぞ。師匠、平行線だな。このままでは無駄に時間が過ぎるが、強引に口を割らせる。師匠、加勢します。俺もやるっす。ヘイ、貴様の行いを許すわけにはいかん。今ここで五代目火影として、あいつの友として貴様を撃つ。気を受ける。真の天性、任せて。フォーカス。さすがは三人、さすがは火影といったところか。お前たちはここで終わりだ。それはどうかな。沈め。いつの間に。妙木座。何？こいつ一瞬で頭の中を読み取ったってのか。どうやらここにはナルトはいないようだな。妙木座、確かガマの隠れ里だったが、ここを探しても無駄だったということ。神の前ではいかなる策も通用し、圧倒的な力の前では全てが無意味。お前たち大国が証明してきたこと。お前たちはこの世界の主役だと思い上がり、死を遠ざけていた。平和ボケして浅はか。人を殺せば人に殺される。憎しみがこの二つをつなぎ合わせ、
ざれ言をペラペラと。戦いとは双方に死を、傷を、痛みを伴う。私たち大国も痛みを受けてきた。言いがかりをつけてこんなことをするのはやめろ。少子、痛みを感じ、痛みを考え、痛みを受け取れ、痛みを知れ。まだ何かするつもりか。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからぬ。ヘイ死者、奴を追え。絶対に逃がすな。はい。あいつ一体何を考えてやがる。わからない、わからないけど早く抑えないとまずい感じがする。あっ